俺もさ、今日たまたま打足の配信行ったらさ、打足の配信で俺褒められてたから思わずサブスクギフト5件送っちゃったそしたらなんか5件ってケチくせえなって言われて、もう普通にもう二度とやらねえからな、マジで。なんで3000円払ってケチくさいって言われなきゃいけないんだよ。違う、打足さんありがとうって言ってくれたんだけど、視聴者が、なんだよお前3000円はケチくせえなみたいな。違う、打足さんじゃない。視聴者が言ってたんだよ。打足さんは言ってない。打足さんは普通に感謝してて、それなのになんか、ケチくせえとか言われてて、ちょっとなんか、罰の悪そうな顔をしてた。確かに今のは主語がなくて申し訳ない。